ももちです。ピピピース動画見てくださってありがとうございます。今日の動画はなんと2020年上半期のベストコスメをやっていきたいと思います。いや2020年もう半分経つんか、めっちゃ早いね。もう正直いいコスメがありすぎて選ぶのめちゃめちゃ悩んだんですけど、今回はランキング形式で1位から5位まで全てドラッグストアで買えるプチプラのドラコスを今回はご紹介いたします。で本編ではね1位から5位をご紹介するんですけど、惜しくも5位までには入らなかったけど、どうしても紹介したいね。もう大好きなエリップたちも最後のおまけでご紹介しようと思っていますので、ぜひ動画を最後まで楽しんでみてください。それでは早速動画クドン。2020年上半期ももちずベストコスメを発表いたします。ももちず2020ベストコス第5位はこちらです。ででーん、マジョリカマジョリカのミルキースキンマスクのグリーンでございます。おめでとう。でもね、この下地の何がすごいかって、スキンミルク、美容液、マスク、化粧下地っていう、これを塗るだけでスキンケアもできるし、保湿もできるし、下地としても使えるし、トーンアップもするしっていう、こんないい商品があっていいのかっていうぐらい、もう大好きな下地です。まあ、最近はね、お家にいることが多いので、あんまりこうガチガチの化粧しない時も多いんですけど、自粛期間になる前、なのでこう4月前ぐらいまでは、朝起きて洗顔シートでお顔を拭いて、すっぴんの状態でマスクをして、打ち合わせ前とかにパパッとね、化粧したい時とかに、朝のスキンケアの時間がいらないので本当に時短になるんですよね。私結構朝が弱くて起きるのが割とギリギリ派なんですよ。まあ、そのね時間がない朝でスキンケアをするのが、まあ、結構大変やなっていうの思ってたので、これに出会ってから本当に時短になるから、結構朝バタバタする子とか朝のスキンケアがめんどくさいよっていう子に本当におすすめです。手に出してみるとこんな感じでね、グリーンのねベースになってるんですけど、本当に塗るとねお肌がもちもちになってくれて超みずみずしいんですよね。本当にこうスキンケアした後にお肌がみずみずしくなってるっていう感覚になります。まあ、なので今後自粛が落ち着いてまた外にねこうバタバタ出るようになってきたら、ちょっと時間がない朝にねこれを使いたいなと思います。ももちず2020ベスコス続いて第4位、じゃん、マジョリカマジョリカのシャドウカスタマイズフローティングの BR1 番でございます。おめでとう。もうねこのアイシャドウが可愛いんですよ。私今日もねこの涙袋とねこうまぶたの上にね塗ってるんですけど、本当にこのラメ感がめちゃめちゃ可愛くて、これまじょまじょさんからね新しく出たシャドウカスタマイズシリーズのやつなんですけど、この動画がねアップされている頃にはまじょまじょさんとのねコラボ動画も上がってると思うんですけど、なんか本当にこうしっとり塗れたかのようなこう主張が激しすぎないけどキラキラうるうるな目にしてくれる、そんなラメです。カラーはね BR なのでブラウンなんですけど、塗ってみると割とねピンクとアイボリーの間に近いというか、結構こう肌馴染みするカラーで、この黒目の上にね縦一直線にこうやって塗るのがめっちゃ好きで、わかるかな、このラメはねピンクメイクでもブラウンメイクでもオレンジメイクでももうどんなアイシャドウにも本当に相性抜群だから、これ一個だけ持ってたらねラメには絶対困らない。しかもね本当にこううるうるの目にしてくれるんだよね。わかるかな、こうね密着度がすごいんですよね。ラメってさ塗った時に密着せずにさふわってこう抹茶裏目とかあるじゃないですか。これは本当に塗ったらピターっと密着してくれるので、ラメを塗った時に目元がすごく崩れにくいのもねすごくいいなと思いました。こうとにかく万能なラメが欲しくって、うるうるでキラキラのお目目にしたいっていう子に本当におすすめです。本当に大好きでってよかった。ももちず2020ベスコス続いて第3位、ででーん、ビセリセのグロッシーリッチアイズの RD6 番でございます。もう私ねビセのアイシャドウの質感が本当に大好きで、こんな感じで塗るとねすごくしっとりして見えるというか、自然な濡れ感ツヤ感を出してくれるタイプのシャドウでございます。もうねこのツヤツヤのパール感が本当に大好きでね、マジで最近毎日使ってます。で私特に大好きな色があって、この2色なんですけど、ベージュピンクっぽいカラーが結構薄めのベースカラーに見えて、塗るとねこう光の加減でしっかりと発色してくれるんですよね。こう濃すぎず薄すぎずベースのカラーなんだけど目元を華やかにしてくれるこのカラーが絶妙で本当に大好きです。でまあこっちのブラウンはこう深みがありすぎないというか、まあ、ちょっと春夏っぽく赤みがねあるタイプのブラウンなんですけど、これは本当にね塗っても重い印象になりにくくって、今私この2色でグラデ作ってるんですけど、このね私一押しのベースカラーの上に二重幅にこのブラウンを乗せるとこんな感じでブラウンブラウンしないというか、このカラーにナチュラルに奥行きをつけてくれるっていうイメージなので大好きです。でねこのカラーはねめちゃめちゃ万能で、今涙袋にも塗ってるんですけど、なんかこう涙袋に色を入れすぎてしまうと結構こうメンヘラっぽくなったりとか、まあ、ちょっとバンギャっぽくなっちゃったりするんですけど、これはねがっつり涙袋に入れても全然こう色の主張が激しくないのに、まあ、しっかりと涙袋をぷっくりさせてくれるので、もう私この2色も死ぬほど好き。まあ、ちなみにねビセのアイシャドウはねこの2色も大好きで、 OR2 番と BR5 番、これもね結構使いますね。まあ、こっちはオレンジメイクするときに使うんですけど、この BR5 番もめちゃめちゃ大好きなんですよね。こう塗
ーディーで大人っぽいメイクをしたい時とかに結構これを使うことが多いです。まあ、この BR5 番に結構ベージュ味の強いリップとかをつけて、こう前髪センターパートにして髪の毛はしっかりと濡れ感出して、スケシャツにキャミとかで合わせる時に結構これを使うことが多いです。ももちず2020ベスコス。続いては第2位、ででーん、タイムシークレットのミネラルプレストパウダーのライトオークルでございます。おめでとう。いやもう本当にこのパウダーも、ね、死ぬほどお世話になっているんですけど、まあ、ここ数ヶ月ね、自粛期間でお家にいることがすっごく増えて、とにかくお肌に負担をかけたくないっていう思いがすごく強くて、まあ、外出ないしお家でのねリモート打ち合わせだったらもう最低限アラが隠れればいいなと思って、最近はずっとこのタイムシークレットのパウダーを使ってるんだけど、私も今日の肌はコンシーラーとファンデーションなしで下地とこのパウダーだけなんですよ。え、カバー力すごくないですか。パウダーだけでこうクマとかニキビ跡とかね、私ここにニキビもできてるんですけど、とかもしっかりとカバーしてくれるから本当にこれに助かってます。まあ、クッションファンデとかリキッドとかパウダーとかいろいろなねファンデーションがあると思うんですけど、まあ、その中でもまずパウダーファンデーションっていうのはすごくお肌に負担が一番かかりにくいかなって思う。まあ、さらにねこれはねミネラルプレストパウダーっていうの名前のだけあって、ミネラル成分がたっぷりと入っているお肌に負担をかけにくい設計で作られてるんですよ。割とこうお肌に罪悪感がなくたっぷりつけられるパウダーです。でミネラル成分のファンデーションといえば、私このねオンリーミネラルのパウダーファンデーションのライトオークルもずっと使ってたんですけど、まあ、どっちもねめちゃめちゃ大好きなんですけど、なぜ最近ねこっちを使ってるかというと、このオンリーミネラルはね蓋を開けるとね中にこうパウダーが入っているもので、こうブラシでくるくるって取ってお肌に塗るタイプのファンデーションなんですけど、まあ、このタイムシークレットはねこんな感じで付属のバファがついているので、そのままこうトントンってしてお肌に塗れるっていうのがすごく楽でね、朝時短になるんですよね。まあ、なので忙しい朝にねこれをこうパパパって塗るだけでしっかりとカバーしてくれるし、お肌に負担がかからないしっていうので、めちゃめちゃ毎日助けられてます。まあ、このパウダーと、ね、一緒にセットで使ったらねめちゃめちゃ相性がいい。ミネラルプライマーベースとかもあるので、ちょっと最近の毎日メイクでね動画で紹介しているので、よかったら概要欄から見てみてください。ももちず2020ベスコス。記念すべき第1位は、ドルルルルルルルはね、マジで毎日毎日毎日使ってる。ちょっと使い込んでて汚くなっちゃってるんですけど、こんな感じのね漆黒の黒っていうで、ね、めちゃめちゃ真っ黒のマスカラなんですけど、とにかくカールキープ力が神。私今までマスカラはカールキープの下地を塗って、その上にボリュームタイプのマスカラを塗ってっていう2段階やっていたんですけど、これはマスカラ下地がなくってもう本当にまつげが落ちないんですよ。今私このマスカラ使ってるんですけど、こんだけまつげ減上がりなのに、本当にこのマスカラのみでこんだけね目をパッチリと見せてくれるんですよ。もともとねこうクリクリ二重の方とかは、あのまつげが多少下がってきてもお二重がキープされて、そんなにこう目力がめちゃめちゃ落ちるってわけじゃないと思うんですけど、私はねもともとの目が割とこう一重寄りなので、まつげの力でまぶたをこう上げて二重にしているっていう目なので、もうとにかくまつげのカールキープ力がね本当に大事になってくるんですよね。まあ、なので私みたいにこうまつげの力でね二重にしている方に本当におすすめのマスカラです。こう一重奥二重さん用に作られたマスカラなので、こうね自分の目元にコンプレックスがあるよっていう方とか、もう少しでも目を大きく見せたいっていう方に本当におすすめです。このマスカラは1本使い切ったらまた次も絶対買うなっていうマスカラです。以上2020年上半期のももちずベストコスメでした。本日もお忙しい中動画をご視聴いただきありがとうございました。インスタグラムやツイッターもやっているので遊びに来てね。それではまた次の動画でお会いしまーす。バイバーイ。ピピピーちゃん、おまけぼうちです。ということで2020年上半期ベストコス見ていただいてありがとうございました。ちょっとここからはねこう動画の尺的に本編でご紹介できなかったけど、このコスメをベスト5に入れるのにめちゃめちゃ悩んだっていうリップを3種類ご紹介したいと思います。こちらのリップなんですけど、ディオールのマキシマイザーとロマンドのティントの13番とメイベリーのスーパーマットインクの130番でございます。私本当に最近このシリーズしか使ってないんじゃないかってぐらい毎日使ってて、メイベリーの、ね、スーパーマットインクは135番とか210番とか結構いろんなカラーが大好きで毎日使ってるんですけど、もうこのリップはね1回塗ったらとにかく落ちないっていうのと、マスクしてもねマスクに全くつかないので、なんかお家でお仕事しててちょっとスーパー行くときにマスクして出かけるとかの時にやっぱちょっとねこうマスクにこうリップがつくとテンション下がるんですよね。まあそれが本当にないので、マスクメイク生活にぴったりのリップかなと思います。ちなみに今日塗ってますね。今日この130番にこのマキシマイザーを上から塗ってるって感じです。ディオールのマキシマイザーはね安定に最高なんですよね。見て、もうこんだけ使ったあとこんだけしかない、新しいの買わなあかん。あ、これはね普通にリップ代わりとしても使えるし、グロス代わりとしても使えるし、本当に一回これにハマっちゃうとねもうこれ以外使えないじゃないかってぐらい、もう最近はずっと虜ですね。他の色も欲しいのでちょっとね買い足そうかなと思います。まあ、あとちょっと
っとしかないしね。でロマンドのリップティントシリーズもね本当に大好きで、最近他のカラーは買い足したんですけど、まあ、これはねグロスいらずなのでマスクして出かけてない時に結構使ってましたね。色のリップ塗ってグロス塗ってっていうのがすごくめんどくさい方にもすごくおすすめかなと思うし、こちらティントなので1回塗ったらねマジでめっちゃ落ちない。もうさっきのメイベリンのやつもやけど、ほんまにめちゃめちゃ落ちないので、どちらのにも共通しているのは本当に落ちにくいっていうのとね、発色がめっちゃいいんですよね。結構口元をパッと華やかにしてくれるし、まあ、このパッケージの見たまま発色っていうのがすごく好きかなと思います。まあ、そんな感じでね私の最近の推しリップの3選でした。いや他にもねいいコスメがありすぎてね選ぶのがめちゃめちゃ大変でした。まあ、少しでもねみんなで楽しんで動画を見ていただけてたら嬉しいです。ということで今日見てくれてありがとうございました。それではまた次の動画で会おうね。バイバイ。バイバイ。バイバイ。